食べていいのこれ。あ、どうぞどうぞ。一ついただこうかな。はい。いかがでしょうか。うん。旦那が疲れて帰ってきてたんだよ。すぐそれやるなよ、お前。めんどくさい人ね、絡んでこないでよ。お前よ、俺たち結婚して何年だ。3年かな。3年だろ、うん、3年が一番危ないんだよ、お前。倦怠期で。倦怠期、うん、そう、倦怠期で一番別れる率が多いんだぞ、お前。え、嘘でしょ。離婚したいか。したくない。あなたいなくなったら私もう一人で死ぬしかない。だろ、うん、だからもっと新鮮に生活に変化を変えろ。変化を加えるだけだよ、いろいろ。でいいのね。マンネリだから今。分かった。な。頑張る。よし。うん。ただいま。いってらっしゃい。はい。どこ行くんだ俺。え？帰ってどこ行くんだお前。あ、変化があったかなと思って。違うよ。まあ、考える。頭使えよお前。はい、はい、はい。ただいま。ケンちゃんおかえり。はい。でもなんだよお前。子供か俺。子供じゃダメ。え、ダメなの？違う。なんかねえかな。殿。殿。殿。あ、殿って読めばいいのね。そう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 。行くぞ。ただいま。殿、お帰りなさいませ。うん、今帰った。なんかいいだろ。いいだろ、いいだろ、感じがな。お疲れ様でした。ほら、昔はお前、新婚の当時はお前、帰ってきたらチューとかやったろうね。え、やる。ただいま。お疲れ様でした。これはなしにしよう、明日から。え、なし。いいじゃん、あとすごい蘇ってきた。明日からこれはなしにしよう。なし。なしなの。疲れた疲れた。はいはいはい。よいしょ。だからだから、それが。え、この背広毎日いつもこういうハンガーにかけられてるんだ。つまんなくねえか、お前。マンネリマンネリ、変化が欲しいんだから。これもマンネリ。こういうとこあってもいいよ、普通なんかざっとこれあってもいいの、ここで。いいんだ、いいんだよ、こういうの。え、たまにはそういう変化があっていいの。斬新だろ。うん。何これってなるだろ。なる。それがいいんだよ。シワだらけでいいんだ。そう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 、これもこの辺にこう、こういう感じで。あ、すごい。すごい新しい。じゃあいいじゃん。いいわね。例えばだよ、例えばお前、うんうんうん、靴なんかもな、うん、こんなとこあってみな。靴ここに置くの。なんか変化あるだろ。すごい、アメリカン。アメリカンだろ。ちょっと寝巻き、寝巻き、寝巻き、寝巻きね。ここにあるんだ、寝巻きは。あ、ごめんなさいね。あとお前に一個言っていいか、お前。その仏壇の値はやめろ、仏壇の値。これ好きになったんでしょ。お前、それ頭変えてくれよ、お前。え、これ変えた方がいい、マンネリ。なんか、お前、仏壇みたいだ、お前、これ。やだ。はい、はい。はい、はい、どうぞ。だからさ、え、これも毎回、毎回こうやって同じことだろ。うん。ちょっと変化つけて、たまにこうやって来てもいいじゃん。前から、うん、こんなのよし。あ、見たことないだろ。見たことない。これが変化だ、変化。すごい、大人の感じ。これが欲しいんだよ。あ、これが変化か。うんうん、そう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 。じゃあね、帯。だから帯もいつ、帯も帯も帯もいつもここにいるだろ。飽きてんだよ、帯だってきっと。帯が飽きてる。あー、つまんねえって言ってるこれ。たまにはこう、こっちからこういう風にやってな。そう言っちゃう。こういう具合でたまには。
これこれでいいの、うん、すごい変化だよ。新しいだろ、見たことない。ほらすごい変化だ。すごい。お前もたまにあの肩がおっぱい出してみるな。嘘、出しちゃっていいの、ね、私も出しちゃっていい。今はダメだから。背中丸見。こういうな、こういうところもさ、例えばあの花の一輪でもあってごらん。お花ね、そっち側はね変わるよ。お前ちょっと持ってくるわ、うん、お花少しは工夫しろよ。お前本当に毎日毎日一緒に飽きちゃうんだよ。お花、花と野菜は違うぞ。これ野菜、野菜、これ、うん、これ野菜、野菜だろお前。野菜か。いいよこれも。急に言われてもでもいいじゃない、なんか彩りが。じゃあ、ここは、じゃあ明日買ってくよこれ。うん、明日買ってくるわ。うん、うん、じゃあ無事にしようか。はい、疲れ様でした。疲れたよ今日は本当に。はい、どうぞ。何やってんの。いや、新しいでしょ。これ食いづらいだろ、だってこれじゃあ、一口終わっちゃうしよ。いいんじゃない、おかわりし放題。飯は普通でいいよお前、飯は全く。何やってんだかお前。お味噌汁ね。はい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 、はい、だから、はい、味噌汁はこれ変だろお前。え、飲みづらいだろお前。ちょっとこれ飯は普通でいいって言ったから、お前飯は普通でいいよ。ちょっと先お茶くれ。お茶ね、はいはい、はい、どうぞ。出てけお前は。大仏やろう。何を大仏やろうって。それ頭だよ、好きなくせに。ただいま。帰りなさい。どうしたの。怪我しちゃったよ両手。会社でさ、棚がダーンと倒れてきてさ、俺バーッと思ったんだけど、そのまま重たくってガーッバタンと挟んだったよ。病院行ったの。病院行った。骨には異常ないんだけど、まあ無理すんなったよ。ちょっとカバン取ってくれ。何を作ってね。いや痛いわ、両手だからな。大変、はい、はいどうぞ。はいどうぞ。おい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 、え、脱がしてくんないと。えじゃないよ、俺使えないんだから今。よし、はいはい、あ、ちょっとゆっくり、はいはいはい、あ、大変。シャツも、あ、そっかよし、よし、これがちょっとお前苦労かけるぞ、これ。そうね、両手だからな。2週間くらいかしら。まあ、そのくらいだら治ると思うんだけど。痛そう。痛そう。はい、よいしょ。おい、ズボン。使えないんだから脱がしてくれよお前。別に、え、生娘じゃありませんよお前。どうなってんの。それ外して、そうで、あ、チャック下ろしてくれと。見ろよお前。何見ろ。なんで見なくちゃいけないのよ。痛いよ。そうで、そうそう、できる、やりゃできるじゃない。パンツも下ろすんじゃない。分かんないもの、もうほら。はい、ああ、だから寒いだろこれじゃ。頼むよ。めんどくさいな、もう。大丈夫これ、毎日これやるの。怪我してるのはしょうがないだろって。よいしょ、あちゃはいよいしょ。お前、こういうことやったことないのお前。ないわよ、今までだってやったことある。よいしょ、はい、ずっと上げて、はい、いや、よいしょ。何が引っかかってんだよ。前の方を、そう、前の方から上げれば上がるんだよ。シートハンドで気持ち悪いなこれ。もう切れたからいいじゃないのよ、もう。本当に腹減ったやめてよ。病院行ってるから何も食ってないんだよ。なんで怪我なんてすんのよ、もう。しょうがないだろって、不良事故なんだからさ。そうだけどさ。はい、よいしょ、よいしょ。じゃあ、はい、いただきます。これね、スーパーですっごい美味しくて、うん、
ついつい買っちゃった。マグロか。やっぱ美味しい。おい、おい、俺食わしてくれよ。あ、食べないよ。食べないじゃん、箸が持てないんで今。手切らしてんだから。手切らしてんだ、頼むよ。しょうがないな、もう。はいはい。おいしい。そうでね、このね、卵焼き、下町の有名なお店らしいのよ。これ隣の奥さんからもらっちゃった。もらったのか。へえ。これも美味しい。おい、俺に食わしてくれよ、おかず。早く食べなってば。味持てねえんだって。はい、どうぞ。あ、うっぺ。俺梅干しかよ、お前、おかず。いつも食べてるから好きなのかなと思って。お前、マグロとか卵あんじゃねえかよ。あ、大変だ。大変だ。何？え、ちょっとしょんべんしょんべん。もう、食事中だよ、もう。あれ、おい、ちょっと、ちょっと、ドア開かね。大変ね、これからもう。はい、どうぞ。はい、待て待てよ、お前閉めんじゃないよ、お前。なんでよ。もっと大きなもんで起きてんだよ。持てないんだよ、持てないんだよ。おしっこするとこ持てないんだよ。持ってくれ、ちょっと持ちなさいよ、その。もう手が使えないんだって。何よ、その。出してくれ、ちょっと。やよ。なんでだよ、お前、夫婦だろ。やよ。ちょっと持ってくれよ。やだ、ボクちゃんのほら。何それ、なんだか分かんない。わかるだろ、お前。わかんないわよ、そんな。お前の好きなもんだよ。わかんないわよ。何か、ほら、出してくれよ。出して、早く。じゃあ、なんかないかな。おい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 、早く。オッケー。お前、ピンセットだ、痛いだろ、これ。痛いよ、それじゃ。ダメだよ、ダメだよ、もう。手でいいじゃねえかよ、おい。頼むよ、おいおい。ほら、早く。箸じゃダメだよ、箸じゃ。ダメだよ。手でいいじゃないか、手で。早くしてくれ。汚いもんじゃないんだから、お前。いやいやいや。早く、早くしてくれ。おい。おい、なんとかしろよ、お前。オッケー。ゴミか、俺ら、バカ。